塗って、はい、トルクをかけてから拭き取るっていう。そうです。へー、塗っていくというタイプ。すごいですね。面白いでしょ。はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今ですね、エクスルブというところに来ています。今ね、準備されるということで、今こういうなんかね、機械を準備してもらって、今ヤスリかけましたよね。見ましたか？ヤスリかけましたよ。なんでヤスリかけているかはこの後ね、多分わかると思います。はい、お願いします。はい、これはチマ検試験機っていう試験装置です。はい、回転する場所があって、金属チップがありましてね。はい、押し当てるとどこかで止まりましたね。はい、40ニュートンで止まりましたね。はい、すごい嫌な音がして止まりました。はい、止まりました。この潤滑性能が上がってくるとこの数値がどんどん上がってきますので、あ、はい、処理性能を評価しようという試験装置になります。じゃあちょっと某メーカーさんのですね、はい、はい、これチェーンオイル、これ見てみましょう。はい、某メーカーですよ。隠れてますからね、ちゃんとね。はい、たっぷり塗りました。じゃあどのくらいの数値が上がるか、まあ、いいメーカーさんですので、はい、ちょっとキュキュッと音がしながら、はいはいはい、さっき40ニュートンだったのが60ニュートン近くです。60ですね。はい。さすがにいいメーカーさんの、うん。なるほど、なるほど。じゃあ次にエクスルブを試験してみます。はい、今拭き取ってます、先ほどのね。これを全部拭き取って、パーツクリーナーで、はいはいはい、脱脂します。パーツクリーナーで脱脂しちゃうんですね。はいはいはい。で、脱脂してます。はい。いよいよエクスルブですね。はい。拭かなくてもいいです。逆さでも出ます。おお。これをほんの少し塗ってます。はい、一瞬ですか、ね、ちょっと塗りすぎちゃいましたかね。あ、多すぎるぐらいなんですね。はい、エクスルブ塗りました、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、この時点で音が止まったら分かります。あ、音が止まってますね。音が全然止まっちゃいましたね。はい、で先ほど60ニュートンくらいだったんですけども、やってみましょう。振り切ってますよ。振り切ってますね。はい、振り切っても止まりません。で振り切っても止まらない。次にエクスルブのすごいところです。これ全部拭き取ります。綺麗に拭き取ります。はい、拭き取っちゃいました。この上でもう一度やってみましょう。ずっと仕込んでいきますよ。変わってないですね。変わらないです。止まらないです、うん、これ熱くない？触ってみましょうね。え、何もついてないです。はい、ああ、そうですね、何もついてない、何もついてないけれどもまだ循環。え、触っても大丈夫ですか？大丈夫、どうぞ。何もついてないですね。あ、汚れないですね。汚れがないですね。何が起きていくかというと、エクスルブというのは皮膜を作るタイプの潤滑剤です。なるほど。どうやって皮膜を作るかというと、先ほど50ニュートンくらいのところで少し実は止めていたんですね。はい、このオイルに圧力をかけると、金属表面の凸凹にですね、皮膜を作ってくれます。知らない間にそんなことやってたんですよ。そうなんです。はい、なるほど。はい、少し、うん、抜け目ないですね。はい、力が入った。はい、皮膜ができてしまえば、はい、あとはヒトローが何しようが、この皮膜がフリクションを全部なくしてくれますので、ずっと循環しているというのがこのなるほどエクスルブの最大の特徴です。はい、じゃあどのくらい持つのかということになりますけれども、だいたい500キロくらい、チェーンにつけて500キロということですね。はい、でチャンピオンデータでパリ、ブレストパリの1200キロを全部走り切った、はい、というデータもございますので、ここに長持ちします、はい、これどうやって落とすんだということですね。そうですね、落ちないですよね、これでは。もう自然に摩耗して落ちるか、はい、またはヤスリで削る、はい、これが先ほどやってたヤスリの秘密ですね。はい、はい、暗いしないとこのオイルは落ちないんですね。はい、オイルといいますか、もう皮膜を作っていますので、はい、まあ、ワックスのような効果を見ていただいた方がよろしいと思います。はい、でさらに意地悪実験でここにパークリ塗ってみましょう。あ、はいはいはい、表面落としてみました、うん、はい、これでやってみましょう。やっぱりほぼほぼ振り切って、振り切ってしまいます、はい、なのでここに水がかぶるのが簡単に落ちるものではございません。なるほど。しかもオイルがほとんどついていうか全くついていないので、砂とかホコリとかそういう呼び込みが少なくなります。はい、これがエクスルブの非常にすごいですね。まあ、軽いタッチとあとお隣がないということになりますので、はい、あたかもチェーンがついてないような感覚にですね、最初襲われるかもしれません。はあ、今お隣がないって言ってました。はい、はい、音がね、もうお隣さんも大喜びって感じですね。はい、
それが痛かっただけです、すいません。例えば目安、こうなってきたらつけましょうねみたいな目安ってあったりします？まあ、だんだんに、うん、やっぱり、ね、あ、音が鳴ってきたなとか、カチャカチャしてきたなと思ったらば、この場合は、まあ、出ししてもしなくてもどっちも構いません。はい、さらにこう上塗りしてもらえ、それでまた潤滑効果が発揮します。使い方としては、このオイルをチェーンに塗って、はい、2、300メートル、ギアをチェンジをですね、セキュリティを繰り返しながら、はい、トルクをかけるような走り方をしていただいて、あ、今こう作って、ああ、最初にさっきの秘密の行為をするわけですね。これをするわけですね。はい、うん、なるほど、なるほど。で、実現します。はい。で、その後に、全部拭き取ってもらいます。あ、はい。要はこういう状態を。あ、じゃあ、塗って、いきなり拭き取るんじゃなくて、塗って、はい、トルクをかけてから拭き取るっていう。そうです。その順序が重要みたいな感じですね。はい、なるほど、はい。いいですね。いいことばかり言いましたけども、はい、NG ポイントもあって、あ、はい、というのは、こちらのオイルはですね、水置換性がないです。ないんですね。なるほど。注意点で、ドライな環境で、あ、なるほど、なるほど。作っていただくと、はい。じゃあ、水があったらどうなるのかという。うん、はい、残念ながら少し乳化してしまいます。白っぽくなっちゃうんですね。はい、ただこういうね、晴れてる、はい、状態とか、はい、気がいい状態、うん、まあ、家の中でやる分には全く問題ない、はい、なるほど、はい、で製品はスプレーと原液タイプの2種類あります。これは使い分けで、原液タイプはチェーンのコマに耳かき、ね、いろんなものを試した結果、これに、あ、綿棒とかよりも耳かき、耳かき、これね、このコイルにですね、ちょうどいい量が乗るんですよ。これを片道にこの程度いいです。こんな感じかな。ちょっと地道だけどね。好きな方がいるんですよ。スプレーでも面倒くさくなっちゃうことがある。地道な作業が好きな人がいるんです。このくらいでいいです。ほんのわずかでね、大丈夫です。ついでにね、これ匂い嗅いでみてくださいね。ここね、匂いがね、ないんです。はいはい、そうですね。女性の方もちょっとね、少しだけ香物系少し香物系の匂いしますけど、ほぼほぼ匂いないですよ。で、こういう強烈な潤滑剤っていうのは、大体ね、もうツンとしたりとか、あ、もうね、うわっみたいな匂いになっちゃうんですけど、はい、そういうのないんですね。なので、女性の方がね、やっぱり敏感な方が多いじゃないですか。メンテナンスしたものを車に乗せて、で長距離移動した時に、もう臭くて嫌だとか、というのもですね、やっぱないということで、女性の方に好まれてることと、あと、ズイフト、家の中で、はい、ズイフトも真剣、長距離やっぱり走るんですよね。あの時に家の中で臭いからやなっていう、ね、話もありますけども、はい、これはね、そういうのはない。しかも長距離走るので、チェーンがすごく長持つ。これ走りに差出ますよね。走りに差出ますよ。ですよね。もちろんもちろん。なので、レーサーの方が好んですけど、はい、いかがでしたでしょうか。ね、今のすごかったですよね。社長さんに、紹介していただきましたが、お値段はどんな感じなんですかね、これは。一番小さいもの、20cc で税込み880円になりますね。はい。50cc が1760円になります。はい。こちらが、このようなケースになります。これはどうやって塗るんですか？これはですね、このようなスティックを付けてますので、これでチェーンに一コマ塗っていくというタイプです。すごいですね。面白いでしょ。それは初めての感じですね。はい、で次にこちらが X-Group の180というスプレータイプになりまして、はい、2750円になります。いかがでしたでしょうか。はい、今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方よろしくお願いします。ではバイバイ。いいですね、やっぱり。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで。ぜひよろしくお願いします。